筒井淳章は、戦国時代の山和国の大名、筒井純皇の嫡男、筒井純慶の父、幸福寺勘布主都であった、筒井城を居城とする。山和に勢力を持っていたお知志に対抗するため、当時の機内の実力者、木沢長政と結び、勢力を拡大する。木沢長政の死後は、その残存勢力を破って拡大し、 田元を赤ち合っていた重子園ただしと和すなど、山と一国を、ほぼ手中に収め、筒石の前世紀を作り上げた。しかし1549年病を苦にして、家臣数人を連れて、突如、比叡山に隠居。天然痘、脳腫瘍をわずらっていたという説がある。翌年に死去。着死の藤正はわずか2歳の幼子であったが、弟の純正、純国らが補佐し、 山和支配を保った。なお、順将の供養塔である五輪塔が奈良県生駒市の延章寺にある。順将は死の間際に家臣を集め、この順敬への忠誠を誓わせるとともに、敵を欺くため、自分とよく似ている木網という奈良の盲目の僧を影武者に立て、三年監視を隠すことを命じた。木網は身代わりの間、 贅沢な暮らしができたが、筒加診断が純慶のもとで体制を整え直した後に奈良へ返され、元のただの僧の木網に逆戻りした。このことから、元の木網という古事成句が生まれたと言われる。ありがとうございます。